はい、どうもこんにちは、カジマックです。最近カメラ関係が多くてすいません。もうどっぷりレンズ沼にハマってます。今回ご紹介するのはルミックス G20mmF1.72、 俗に言うパンケーキレンズです。せっかく小さいボディの GX7M2 使ってるんで、どうしても持っておきたい一本かもしれません。それでは開けていきますね。箱の外観はこんな感じ。ようやく僕の中のシルバーブームが去ったんで、今回はブラックを買いました。箱の中身は保証書説明書。レンズポーチと本体で中身は以上。はい、それでは本体いきますよ。せーの、いったー。はい、本体はこんな感じで、ぶっちゃけ僕の場合この 15mm の F1.7 も持ってるんで、焦点距離の差ありつつも使い分けがやや難しいところなんですけど、はい、そう、やっぱり小さいっていうか薄いですよね。たったこれだけの差でも気持ちの上で持ち出しやすくなる可能性はあると思います。で、こんなコンパクトなのに F1.7 と結構明るいレンズで、結構お安いんで、ある意味キットズームレンズからのステップアップにもいいかもしれません。GX7M2 にセットするとこんな感じ。はい、どうすかね。かなりコンパクトなカメラになりました。 46mm の保護フィルターつけていきます。はい、レンズはこんな感じ。可愛らしくもかっこいいっすよね。最短撮影距離は20センチなんで、これぐらいまで寄れます。で、このレンズの欠点としては、AF が遅い、AF うるさいって言われてます。はい、こんな感じ。AF の動作音はこんな感じ。はい、どうでしょうか。確かにこれコンパクトで寄れるんで、飯テロ撮影するのに結構向いてるはずなのに、ちょっと動作音は気になるかもしれません。あと AF に関しては静止してるものを撮るには特に問題ないかと思うんですけど、やっぱり結構遅いですかね。このあたりちょっと気になるポイントではあります。で、あとこれレンズフードは付属してないんで、できるだけコンパクトなエツミメタルインナーフードを買い足しました。はい、こんな感じ。名前の通り金属製です。取り付けるとこんな感じ。保護フィルターに取り付けることができました。で、こうなると、はい、純正のキャップはつかなくなっちゃうんで、37mm のレンズキャップも購入しました。あ、これここゴムになってます。なくさなくていいかもしれません。小さいとはいえこのフード、しっかりレンズは守ってくれそうです。で、こうなるとなんかやっぱり可愛いっすよね。そう、こういうパンケーキレンズをつけることで、カメラ自体のコンセプトが変わるというところ。レンズ交換式のカメラって、こういう面白さがありますよね。こんなコンパクトなのにマイクロフォーサーズ。いや、いいんじゃないでしょうか。今回ご紹介した、ルミックス G20mmF1.72。はい、これ名前の通り2代目。初代は2008年に発売開始されてたんですけど、この2代目は2013年に発売されてます。光学性能は同じだけど、見た目と本体の素材、そしてフレア耐性とコントラストが若干改善されているそうです。購入の際、特に中古購入を考えられている方は、新旧お間違いのないようにお気をつけください。今日現在 Amazon さんでの価格はこんな感じ。説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。今日も大阪は雨模様。これから梅雨時にかけて、このボディもレンズも防塵防滴ではないんで、ちょっと心もとないんですけど、今からお出かけするんで少し写真を撮ってきます。この動画の最後に何枚かつけておきますんで、は
はい、いつもながら僕みたいな万年素人が適当に撮った場合どんなものか、それくらいの生温かい目でご覧ください。ということで今回 GX7 Mark II にコンパクトなパンケーキレンズ買いましたという動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。